週間天気です。台風17号、18号の影響にご注意ください。台風17号は北上に続け、明日になると関東沖まで進んできます。影響は限定的なんですが、一部地域では雨が降り、太平洋の沿岸部では風が強く、波が高くなります。また台風18号は2日夜から3日にかけて沖縄先島諸島に近づきそうです。荒れた天気にご注意ください。同じこの2日から3日のタイミングで日本海から前線が南下、その他の地域でも雨の降るところが多めです。4日以降につきましては、この前線や台風の影響によりお天気が大きく変わる可能性がありますので、最新情報をご確認ください。まだまだこの先も西日本ほど暑さが残り、東京でも30度まで上がる日が出てきそうです。では石川県のお天気です。やはり北陸でも2日、そして4日、5日頃には雨が降る予想です。特に2日は前線が南下してくるため雨が強まる恐れもあります。少しの雨でも土砂災害などの発生に注意警戒が必要です。今後も最新の気象情報はアプリウェザーニュースでご確認ください。